今日は7月4日の夜11時。普段ならね、一番カエルたちがね、元気よく動き出す時間です。子ガエルちゃんたちにも来てもらいました。今年生まれた。食べ。世界一可愛い山ガエルがね、昨日も食べてないんでね、今日もね、食べないかもしれません。でも今日ね、足のね、曲げ伸ばしやったらね、太ももの部分がね、しっかり筋肉動いてました。ネズミちゃんちょっと食べなんだも一緒に。ネズミちゃんが手伝いに来てくれましたよ。食べ。このネズミさんはね、世界一可愛い曲がりとね、一番付き合いが長いんです。2年ちょっと前ぐらいかな。庭でね、このネズミちゃんと奥のね、足が今麻痺してる、こう世界一可愛い曲がり。庭で一緒に暮らしてたんですよね。それを2匹、ごっそり捕まえるというね、アラビコが。あんたら仲良しでちょっと2人食べにしたい。おお、やっぱ食うね。やっぱ元気な子かって食うもんな。世界一可愛い曲がり、やっぱちょっと食欲落ちとるな、これな。食べな。世界一可愛い曲がりの部分もちょっと残しといたってな。子ガエルも食べれるようにね、めちゃくちゃちっちゃい、米粒よりちっちゃいサイズっていうのをね、選んで買ったんです。お、近くに来てる。おー、くい、これはでかい。この子はまあまあで、おー、くた。やっぱこの時間11時だってやっぱ食うわな、普通にこうやって。これで全部かな。食べ。あ、子ガエルを見とる、左上の子ガエル。でかい大人のカエルが来たってびっくりしたんかもな、この子。見てますね。世界一カエマガエル、どう、食べれん？食べれんか。よいしょっと。ほい。食欲ないやんた。食べっか。世界一カエマガエル、その目の前にどうぞ食べな。世界一カエマガエル。ダメか。子ガエルはやっぱ降りていこうな。警戒してるのかも。あれ？もう一匹の子ガエルどこ行った？おお。この子は最初に世界一可愛い曲がりにくっついてましたからね。この子ね、幼少期の名前として僕はパンダと名付けた子ですね。目の縁のね、黒いラインがね、すごく際立って。もう一匹の子はね、体がプクプクしてるんでね、おもちちゃんとかね、大福とかなんか餅系で呼んでるんですよ、この子の子。ぽっちゃりしてますよね。女の子かなと思うんですけど、ね、色もちょっと綺麗で。大福とかかな、いちご大福。大福。ぽっちゃりしとるよな。こっちの子はね、スリムなんです。男の子かもな、目の縁黒くてね。目パッチリ。目の周り黒いですよね、これ。なんとなく直感でパンダ。子ガエルと触れ合って元気出るかなと思ったけどね。世界一可愛い曲がり。なかなか。食べ。おい、食べな。ネズミのとこまだ足らないの、こんなちっちゃいやつじゃ。ああ、パンダの方はやっぱ、こう大人ガエルを恐れずに。っていうのもね、パンダの方がね、1週間ぐらい早く捕まえてるんでね、それもあるかもしれませんね。おお。世界一可愛い曲がりともっとコミュニケーション取ってほしいな、この子な。なんか子ガエルにね、こう癒されてほしいですね、世界一可愛い曲がりも。食べ、ネズミさん。ちっちゃくてごめんな、ほんとに。今ね、一生懸命コオロギ育てています。おもちちゃん、降りておいであんた。この子のがね、うちに来たのが後からだったのね。まだちょっと慣れてませんね。パンダとはね、何回か遊んだんですよ。で、大人の、ああ、それはちょっとでかいかな。あんたにはそれはでかいな。おお。元気いいじゃん。おお、今違うの食べたな。おお、近すぎて。何こっち見とんの、あんた今。食べ損ねて恥ずかしかったんか。いいよ、パクパクゆっくり食いな、このいっぱいおるで。子ガエルもお腹いっぱいかもしれん。
ネズミちゃんにはちょっと戻ってもらう。ネズミちゃん、これ以上も食わんといて。おいで。よし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 。ごめんな。もっと食いたいだろうけどね。おお。ネズミさんには戻っても、ああ、水入ってないよ。水はな、おっきい水槽戻ったら飲みな。おおお。ネズミちゃん、なんか励ましたって頼む。あんたが一番仲のいい子やで。励ましたってくれ。餌を、餌さえ食ってくれればな、免疫も高まってな、治る気がするんだけどな。ネズミさん、そうそうそう。どうですか、世界一かまがえるネズミちゃん。体調悪そうか、やっぱり。もともとね、ぴょんぴょん跳ねるね、めっちゃテンション高い子ではないんですよ。世界一かまがえる。おとなしい子やな、ネズミさん。おお、どうしたネズミちゃん。あ、でも世界一かまがえる、ちょっと見とるな、ネズミちゃんのな。おお。登ってる。あ、見とる。世界一かまがえる、ネズミちゃんのこと。ネズミさんはまだ腹減っとるみたいだ。すごいすごい、器用に外側を、これ外側ですからね、水槽の。戻る？でかい水槽戻るにちょっとも。おお、よしよしよし。まあ結果的に手に乗ってくれたんだね。ちょっとネズミちゃん戻しますね。